ナマステラブチャパティということで、はい、今回も嶋佐軍団のチャパティに来ていただきました。ありがとうございます。うん、こちらこそありがとうございます。ですか、チャパティといったら、まあね、ちょっと以前漫画読んだことないということで、はい、漫画読んでもらったりしましたけど、もう一個やったことないことで言うと、はい、セックスはあるよね。はい、いっぱいあります。セックスはあるんですか？かっこつけた、すいません。いっぱいはないです。はい、まあ、あります。エッチはしたことあるんやけど、はい、彼女できたことないんや。彼女できたことないんです。僕一回もだっけ？一回も。お付き合いしてないんだ。お付き合いっていう、お付き合いはしてないです。なんか中学高校の時はお互い好きで、女の子の家まで送るとか。あー、ちゃんと彼氏彼女の関係にはなってなかった。なかった。そうなんだよね。で、一回中1の時に、うん、僕サッカー好きで、うん、FC 東京のチケット、うん、なんかタダで見に行けるチケットをなんかもらって、で、2枚もらったんですよ。で、好きな女の子と行こうって言って、僕チケット、無料チケットあるから行こうって言って、忘れてるやん、中1。そうなんですよ。お互いその改札間違いで、ああ行かれへんかった。それでデートは逃して。めちゃくちゃ悲しい話やん。そうで、だからそれが唯一のチャンスだったんですよ。中1の時。あ、もうそれが、あ、そこで FC 東京見に行ってたら、もしかして告白して彼女になってたかも。そこを逃したことによって彼女できてない。そんななかった、中2以降。なかったっす。初体験は3P。 初体験 3P。 20歳の。かっこいい。はい、でそんなチャパティに今回は、まあ、シンプルに言うと、あの彼女募集しようかな。わー、すごい、もう光栄、大光栄です。いや、なんか本当になんかね、うん、作家の奥田さんがそんな企画やろうかみたいな、なんか言ったら、はい、いいんですかって言ったら、はい、本当にやるの、ね、本当にラブチャパティ。ラブチャパティ。ナマステラブチャパティ。あ、そう、はい。何これ、おもんないアベマの番組。いや、面白い。もうこれ見応え、見応え十分数はありますよ。でも本当に彼女、こういう形だけど、それでいいの、チャパティ。それでもう彼女募集して、まあ、素敵な人がいたら。いや、もちろん。お付き合いしたいってこと。もちろん。なるほど。でも、やっぱカメラの前のチャパティというか、こういう芸人のチャパティしか見たことない人がほとんどやから、うん、ちょっとそれだけじゃなくて、今回はデート中のチャパティってどんなんなんやろっていうのを、うん、模擬デートを、うん、実際に行ってきたんやよね。もう本当に初めて。あの女性の方、番組が用意して、番組っていうかこの YouTube スタッフが用意して、すごいじゃない。普通の女性の方とチャパティがガチでデート行ってきたのをずっと遠くから撮ったんですって。そう、でロケしてるじゃない。そう、ガッチリデートロケ、はい、それ撮ってきてくれたの。そう、それを参考に、はい、あ、知らんかった。チャパティええなと思った人はぜひご応募していただきたい。うわー、お願いします。いうことでございます。はい、自信はあります。すごいじゃない。はい、自信はあるんや。その僕のデート見てもらって、うん、まあ、外見は分かんないですけど、うん、中身をいいって思ってくれる人はいるんじゃないかなって。ああ、じゃあちゃんとデート真面目にしたい。もちろんもちろん。もうだからプランとか全部チャパティが考えたプランで行った。もちろん。場所とかも、はい、あ、もう行きたい場所とかも全部チャパティの指示通り行ったんだ。はい、久しぶりチャパティデート自体。デートでほんと初めてです。あ、もうもう本当にで、そんなチャンスってなかったわ、大人になってから。その FC 東京のデート以来、はい、なかったか、デートじゃん。本当にない。まあ合コンとかあります。ああ、はい、まあな、お昼にデートみたいなのなかなかないか。ないっすね。だからぜひ、あ、チャパティってええな、でもちょっとどうしようかなって思ってる人はこれを参考にしていただければ。いや、いない。いや、いる。いや、わかる。その人が。いやいや、いますよ。いや、おる。います、います。ちょっとお前説明変だよ。だからこの動画を見て万が一いいと思った方がいたらってことだね。なんやねん、その言い方。なんなの、お前の軍団長。チャパティ、いや、僕を見くびってますよ。そうよ、うん、僕をちょっと本当なんかな、うん、見くびってるよな。見くびってます。まあ、じゃあちょっと我々もまだ見てないんで、見たい、うん、見ましょう。チャパティのデート、はい、チャパティも客観的に見る。いや、僕もだから本当、はい、どんな、もう中自分でどんなだったかなって。ナマステー、インドと日本のアフロ、チャパティです。こんにちは、ありがとうございます。ありがとうございます。街録チャンネルみたいな。はい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 。こう自然の中でなんか心が綺麗になるような場所で。まあベタにね、やっぱり、はい、ちょっと雰囲気違うね、キャップかぶって。僕も出したい。はい、このなんかごまかせるじゃないですか、テーマパークとかって目が散れるというか。でもこういう自然の中って本当の自分が出るし見れるというか。そこで、そう、分かってもらいたいし、僕もまあ相手を知りたい、はい、自然というか、こう何もないというか、頼り、逃げ道をなくさず、はい、逃げ道なくすんじゃなくて、いや、逃げ道は作らず、
はい、何かをテーマパークとかだったら映画とかでも行けるいくらでも逃げ道あるんで、もう人と人の、はい、勝負というか、はい、まあ、情報によると168cm。 うお、でかいっすね。僕よりでかいっすわ、うん、ええー、それはでも大丈夫かな。あ、そこは別にないですね。なるほど。僕、音がちっちゃいが嫌だとかはないっす、うん、うん、まあ、はい。あー、でも僕65です。はい、ちっちゃい方ですけど、多分僕より嶋佐さんの方がちっちゃいですね。嶋佐さん、なんか言ってるよ、まだ。まあ一緒に歩いたりもしますけど、僕よりちっちゃいから、すごいですね。ちっちゃい、あんなちっちゃいけど、いやいや、168だから。なんか自信、割と自信に満ち溢れてる感じで歩けるのはすごいと思う。はい、あ、ちっちゃいです。はい、絶対僕の方がでかいです。168な。でも堂々としてるから、そこはかっこいいところ。はい、その身長の話とかするの？身長の話はしないですけど、まあ、ワッケが割とスリムで、でも残り3人は結構みんなちっちゃくて、豚汁さんは年齢かわかんないですけど、多分ちっちゃくなったのかわかんないですけど、まあちっちゃいですね、わかんないですけど、元からかは。で、大事、いや、軍団の身長大事です。一番ちっちゃいのは多分嶋佐さん。嶋佐さん、豚汁さん、僕。みんなもう似たようなあれですけど、でも僕が一番でかい。豚汁が一番ちっちゃいんで、お前は俺な。ワッキャイの次に。ワッキャイの次に僕がでかい。ワッキャイはでかい。は、身長は僕がでかい。で、嶋佐さんが一番ちっちゃい。俺よりちっちゃいから。あ、来るぞ。お、何やねん、今の話。あ、ちゃんとちょっと何、遠くから撮ってんだ。うわ、すいません。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。ます、チャパティって言います。あ、ココナです。よろしくお願いします。ココナさん。はい、ココナです。すいません。いえいえ、よろしくお願いします。いや、こちらこそ。ちょっと。行きますか。とりあえず、こ、はい、公園。あ、スカイドルの方。ありがとう。どうやって見つけ出してきた。僕の荷物を置いて。そうっすね。はい、僕1個ちっちゃいって多分、シート、まあ、フリスビーとトランプ持ってきたんですよ。やった、トランプとフリスビー。ちょっとこれ、ヨーヨーコーでトランプやん。立ってよし、座ってよしか。私立ちトランプしてるやん、お前。あ、じゃあ好きなカード1枚選んでください。え、いいんですか。はい、立ちトラン立ちトランプマジックインヨーヨー行こうやん。嘘でしょ。いやいや、立ちトランプマジックインヨーヨー行こうやん。まあまあ、最初はね、はい、もうストリートパフォーマーやないよ。あ、そう、いや、これデートストリートパフォーマーじゃない、お前。結局座るんかい。距離をあるはず。いきなりマジックやるやつマジシャンでもらう。いやいやいや、その距離縮まる。さっきフリスビーちゃん、どっちかと絶対あるはず。あります。で、また線引いてください。何やねん、これ立ったり座ったりするマジック。シートの外で。で、また線引いて。シートに座るんじゃない。おい、それが応募減るって。いやいや、さんのなんでなんでなんで選んだカード。え、あ、見た、合ってる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 、本当合ってる、マジで合ってます、合ってます。うわ、え、なんで。え、本当ですよね。本当です、本当です。うわ、じゃ鳥肌が止まらない。え、マジ、え、本当に合ってます。お前もなんで驚いてんの。うわ、嬉しい。ちょっと、はい、なんで二人で驚いてんの。一か八かだった、お前。はい、もっとシュンとシュッとしといた方がいいよ。わ、嬉しい。いや、そんな喜ぶの。え、どういう仕組みなんですか。ちょうど2のハート、2人のハートを、それも狙えるマジックですね。それはここら辺。うわ、すげえ。これどういう仕組みなんですか。え、これすごくないですか。立ちやん、本当にすごいです。これ何なの、この状況。素敵です。座れや、嬉しい。じゃあちょっとトランプ、まあ、後ほどやるかもしれないから、うん、あれ、フリスビーやります。あ、やりたいです。フリスビーってやったことない。え、できます。え、ボール苦手でもできますか。え、ボールが苦手でもできますか。うまいな、チャパティ。僕、はい。嘘、嘘じゃ言うな、そんなこと。女の子取れへんって嘘。やばい、運動音痴がバレた。え、そんな遠く行きます。え、でも、いや、変わんない。はい、あれ低いな、なんでだろう。
顔に投げる感じがいいのか。はい、取れた。褒めろよ。やった。マジ何も言わへんね。すごいすごいって言ったで。何が好きですかドラマ。いや、まあ、面白かった。もっと取り行けよお前。もうちょっと頑張って。いや、僕立ってるとこに投げてほしかった小学生の時。うまいうまい。取れた。ナイス。もうキャッチャーになれましたね。もっと褒めたりよ、すごいよとか言うとったほうがいい。何好きですか。僕はちょっと走って取りに行こうとしろよお前。マイボスマイヒューちゃんと来たら取るけど。アズネスプリン。あ、そう、あの学校のはいはいはい見てましたよあれ以外は。あのマイボスマイヒーローと嘘でもさ、いやいや、もっと小走りとかしてやる。キャッチフリスビーじゃん。しゃべりながらやってるから。お母さんがあんたにはまだ早いって言って、ちゃんと見てないで。でも会話は盛り上げるね。あれめっちゃいいっすよ。まあ、でも確かフリスビー意外といいかもな。うまいな、フリスビー。志田未来さんとかですよね。あ、そう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 。お腹すきました。すきましたね。あ、そう、お弁当作ってきたんですよ。嘘でしょ。マジっすか。マジっす。あ、ありがとうございます。めっちゃリソース僕。うわ、鼻。ただね、はい、今置いてたら1個、はい、ドロンコ入っちゃって。え？え、だからごめんなさい、1個しかないんで。どういうこと？ドロンコ入った？僕いいっしょ、こっち。ごめんなさい、本当に。いえ、マジっすか。一応なんか拭いてください。拭いて食べてください。すいません、本当に。落ちた方を僕が作っていい。はい。おー。で、お箸が、お箸。うわ、ありがとうございます。すげえです。作ってくれ、作ってもらえるの理想だった。え、理想ですか。いや、もちろん。よかった。食いたいっすよ。よいしょ。え、あ、そうか。え、さっきちょっとウインナー落としちゃったから。あ、いいよ、いいっすよ。いいいいいい。あ、じゃあいいっすか。どうぞ。あ、いいよ。おざす。めっちゃいいよ。だから本当にもういい。こんなんした。私の両親 もう息子みたいに可愛がってるんで、もう兄弟みたいな感じなんで、やっぱ、うん、連れてくというよりは一緒に散歩行くっていう感覚で。僕ね、そういう人やしてえな。いや、楽しいやろこれ。私猫もいるんですよ。ええー。あ、終わった。よ。結構終わったね。なんかめっちゃ日焼けした澤部さんみたいに見えるな。遠くから見ると。じゃあ、ゴミ捨てたいです。ゴミ捨て行きましょう。お前が持てよゴミ。いや、持ってくれな。食べてみようかな。ジローはうまいっすよ。油そばいければいけますよ。ずっと会話途切れるな。すごいな。ずっと、はい、それはすごいな。お、何？お、何？立ちよ。ちょっとせっかくなんで、はい、ちょっと手つないで。おい、それはちょっと。え、なんでなんで。え、あのね、初デートでね、はい、断られた。手つなぐはね、はい、軽い男だと思われるからダメよ。ちょっと待って、衝撃の衝撃のスピードで断られたね。すげえ。すごいスピードで断られた。手も照れてる。手もダメ。え、いや僕も、いや、まあ、初めて見た。膝枕まずちょっとし今飯食ってる時に膝枕してもらいたいなと思ってでも一応デートというか、なんかいや引き裂かれすぐに。いや最初の1回目はお互いを知る時間。はいはいはい。無理って言われたら無理やねん。そういうのは、うん、もう無理。こう押して手つないで何がいい。2回目会うってことはじゃあお互いいいなと思って2回目があるわけじゃないですか。はいはいはい。ほら、そしたらその時はもうお互いそういう気持ちだから。そうよ、この子言ってることが正しいやん。えー、でも手っていう気持ちその相手の 体温とかも分かる。じゃあもうええって手つないで。粘るね。無理やって。相手の体温で、あ、この人のなんとなく人間性というか。分からんって、温度で。あ、このぐらい、あったかい、心があったかいなとか、うん、冷たいからといって、うん、あの、あ、ダメだとかもないけど、あ、うん、そういう顔してるもんなんじゃないですか。そんな考え初めて。マジで手つなぎたかったな。えって言うな。いや、体温をちょっと感じたかった。え、手はやっぱつなぎたいんじゃないですか。36度ぐらいだよ。いや、違う、それは分かんない。その聞いただけじゃ分かんない。そう、実際に僕の肌と肌を合わせて、めっちゃしつこいナンパ師みたいになってる。ココナさん、今こんな体温なんだってをその場でね、うん、もう無理です、じゃあ待って、手はこれから出てどうすんの。終わった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 よ。まあ初デート終わり。はい、あ、今ので終わり。はい。ああ、いや正直物足らんわ。もっと見たなってる。あ、本当ですか。お前のデート。ああ、
あ、今ゆ本当ゆうこ今で終わったんだ。もう本当に本当に。なるほど。じゃあ2時間ぐらい。このいやそうですね。あんな粘ったらあかんでマジで。手つないでいい。もう食い気味でダメって言われとったよ。いやでも。あごめんごめん。いやでさ違う話するぐらいじゃないと。わかんないじゃないですか。え？手つながないと。何が？握手するじゃないですか。うん。それと一緒でそっからじゃあ始まりましょうって。人間関係。なんでお前デートしたこんなやつがそんな手つなぎたかんの。だってもう。もしかしたら汗かいてわけわからんこと言もしかしたら汗かいてる温度で人柄わかるみたいな汗かいてたりしたら可愛いしその手相も人それぞれでデコボコしてるわけだからマッチするかとかもわかるじゃないですか。あれ減るぞお前こんなことしてたら応募する人あん気持ち悪い。つなぎ心地とかもあるじゃないですか。そこであこの人実は私いいかもって思ってもらえるかなって。だからダメって言われたら引き下がんねんそれで。え、手つなぐのダメなんですか。ダメな人もおるやろ。まあ断られちゃったら何も無理だったかもな。マジっすか。この日はなんかじゃあカサカサだったのかなそう、確かにそれではハンドクリーム塗り忘れたとか。お前さ、何のとこもないのにお前のデートに参加してくれただけあんなもう天使みたいな子だからな。本当に優しい子だよ。本当にええ子やと思う。弁当もに遊びに来た。本当だよ。それはお前カサカサだったのかなって言った今、はい、手が、はい、まあそこの配慮確かに考えれなかったです。そうやろ、うん、それちゃんと考えな、うん、そういうことも。だから優しくしたらあかんね、うん、女の子には。フリスビーももっとさ、お前、取りに行かないと。楽しくねえじゃん、僕が。男の方がダラダラ歩いてる。そうそうそう。あー、惜しい惜しいとか言うたらんと。いや、あんま。取れた時はないっすとかじゃなくて、あ、すごい、取るのめっちゃうまいなとか言ったらな。いや、僕が待ってるから、そこに投げてほしいじゃないですか。そんなさ。いや、そこ、いや、そこ。本当の野球部のやつやん、それ。いや、そこ妥協したら、胸に投げんと取らへんみたいな。そこに投げちゃうから、ちゃんとここにいるから的を狙ってっていう。で、的にこんかったらお前取らんの。はい。まあ、これ後でココナさんからにちょっと軽く聞いたんですけど、あ、まあ、まずあのトランプがあの中腰で大体10分そんな長いことやっとったんや、はい、あで、フリスビーもあの距離でまあ20分近くやったんですよ。あ、だからその大声でその離れた相手にしゃべらないから、ね、恥ずかしいし、うん、聞かれるからね、うん、しんどいと。いやで、お前さ人の言うこともちゃんと聞けよお前。いやいや、そう内容いや内容は好きなドラマとかですから。いやでも恥ずかしいね女の子は。誰が応募する、うん、そんな言い方がないやつ。いやいや、でもさ認めろよお前。いや、僕でもそう、あ、そうなんやっていう勉強にないや、それセクハラまがいみたいなことを質問してたら分かりますけど。いや、やけど好きな映画は何でタイタニックって言うのですら大声でさ、あの人タイタニック好きなんや、うん、思われたら行く人もおるって、うん、そうっすかそれそう想像せえやそれぐらい人の気持ちを恥ずかしいこと聞いてないけど悪いところばっかりじゃなくて、うん、ご飯の時はこう話をすごく聞いてくれて、うん、まあそこはすごく楽しく、そう会話はなんか気まずくないジャパニーと2人きりでも多分。おお、これすごいいいと思う。ずっと会話してたもんね、終始。何も気遣ってないの、あれ。バーってずっと喋れるよ。まあ別に、僕も気は遣う。やばいとかないやろ。ないです、ないです。それはすごいよ。で、まあ最後の、そのちょっと、あの手をつなぐ、体温が知りたいみたいなくだりは、まあちょっとしんどかった。いや、そりゃそうよ。まあね、そうだろうね。じゃあジャバディのさ、想定で手つなごうダメって言われて、うん、ジャバディがバーって言ってたやんか。いやいや、体温で知りたいしとか、うん、握手がどうとか、うん、もうじゃあしょうがない、いいよって言われたら嬉しいの。嬉しいし嬉しいかこっから、うん、手から伝わりますから、頭に。あーで、あ、意外といいっつって、どん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 好きになっていくパターンがあるから、うんうんうん、はい。どういう女性好みなんだっけ。気強い人。おお、うん、なんか叱ってくれる人。言い返すよ。いや、あの聞いて大喧嘩なんだよ。いや、言い返せない、言い返せないです。あ、そう、はい、全部口答えするやん、だってジャパン。いや、そんなことないですよ。あ、そう、はい、あ、意外とそうなんだ、引っ張る。なんか、ね、このちゃんとこう、じゃあ気の弱い、なんでもジャパティにはいはいっていう感じの声には。あ、嫌です、嫌です。いや、減るって、そんなこと。いや、じゃあ、なんかそれもありにしとけよ。あ、いやいや、
うん、なんかもうなんか自信持ってほしいというか、自分がしっかりある人、うん、なるほど、なんか人に優しすぎて自分が損する人は嫌です。ああ、うん、自分を大切にしてほしい、他人に。なるほどね。バイトのシフトとかすぐ変わってもって、うんうんうん、もうはいはい、潰れるみたいな、まさに断られへん、こうとかはダメだ。はい、もうええやつです、邪魔っていう。まあもう、はい、そうやね、やそれは本当に保証します。うん、いいやつです。映画詳しいしね、映画、はい、一緒に映画見てくれたり、まあ可能な範囲で、なんかご年齢とか出身とか趣味とか、まあお見合いで書いてくれるようなことを可能な限り書いてくれたらありがたいなという感じですかね。ということで、ぜひ、こちらナマステラブチャパティ始まりましたんで、はい、チャパティに興味ある方はぜひ、ご応募お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。